Hey, hey, hey. Hey, testing. Hey, testing. Baby, baby, yeah, baby, baby.玉城デニースピリッツオブラディオ、3月18日土曜日ですね。ご機嫌いかがですか。玉城デニーです。玉城デニーのスピリッツオブレディオ、今週も、生放送は3月18日の土曜日午後5時からスタジオからお送りしていますが、再放送はその翌週の月曜日の午前10時半から行っております。さて今日は本ちゃんの3月18日、今日はですね、実は近くで今なんかこう粋なこうジャズバンドがなんかこう演奏をしておりまして、今日はセントパトリックデイというそのイベントにちなんだ催し物が午後4時まで、この、FM 講座のスタジオが面しています中央パークアベニューという通りの、真ん中じゃないな、入って、最初の十字路から上のその、道をですね、いわゆる歩行者天国にして、そこにいくつかステージを作ってパレードをしたりとか、いろんな楽しみを広げどんどん広げたようですがね、今は奏でるパークというライブイベントをこの後夜までやっているようですので、沖縄市にお越しの方ぜひ、奏でるパークも一緒に楽しんじゃってください。で、夜の街、コザの街もゆっくり歩くとね、最近はね、安い居酒屋とかせんべろ屋とかいっぱい、できてますから、できれば公共交通できて、公共交通で帰れる時間で楽しんでいただきたい。玉城デニーのスピリッツオブレディオも始めましょう。スピリッツオブレディオ、この番組は池一組株式会社沖縄ドリーム、クララ鍼灸整骨院、ゼブラ285、与勝中学校近くチキンの丸焼きポストジュニア、ビーズワーク沖縄、丸福重機、有限会社中野町建材、ほか各社の協力でお送りいたします。さてセントパトリックデイ、ウィキペディアからちょっと拾ったセントパトリックデイを、ご紹介いたしましょうね。聖パトリックの聖日、セントパトリックスデイはアイルランドにキリスト教を広めた聖人聖パトリックの命日。実はその命日は3月17日なんですね。17日です。今日は3月18日ですが、土曜日ということもありまして、こういうふうに命日に近い土曜日を選んでイベントを行っているのがこの、沖縄市の、セントパトリックデイなんですね。カトリックの祭日であり、アイルランド共和国の祝祭日になっています。アイルランドでは何世紀も前からこの日を祝う伝統が受け継がれ、正式に1903年より祝日となり、イギリスから独立後徐々に、聖霊、祭りの霊祭の日として成長いたしました。1996年には政府が主体となってダブリンで5日間の盛大なフェスティバルとなり、パレードやその他の行事が行われたということなんですね。ちなみにアイルランド以外の国でも行われています。紹介しましょう。アメリカ、緑色のものを身につけて祝う日で、緑の日とも呼ばれるそうです。シカゴでは、川を、緑色に染め上げる風景が見られるなど、またシカゴ市警察では着用する警察バッジを緑の三つ葉入りの特別なものにする。三つ葉入り、三つ葉ってクローバーですね。緑のクローバー、クローバー入りの特別なものにするそうです。アイルランド系やカトリック教徒以外のものも参加することが多いそうですね。ニューヨークやボストンなどアイルランド系移民の多い地域や町でも盛大に行われています。なお、ウィスコンシン州のニューロンドンという町はこの期間だけ町の名前がニューダブリンに変更されるそうです。アイルランド系の移民が多いんですね。ウィスコンシン州のニューロンドンがニューダブリンになる。お祭りに合わせてこうやってなんかこう町の名前を変えちゃうっていうのも一つの楽しみかもしれませんね。さあ今日は、今日の音楽はですね、エクストラチューンズということで、玉城デニーの iPhone に入っている音楽を、3曲お届けいたしましょう。まず、
スタートラインナップはテッド・ニュージェント、ストーム・トゥーピン。まあ、セントパトリックスデーのこういうイベントの話なんかもしながら、セントパトリックスデーを紹介している玉城デニーの番組でございますけれどもね、どこだ、あ、こちら、今ツイキャスに参加をしていただいている皆さん、ご紹介いたしましょうね。全国から集まってますよ。ルドルフさん、ハイサイ、こんにちは、デニーちゃんということでありがとうございます。それから沖縄大好きリスナーさん、パークアベニューではライブやってますよ。旗を見たらライブハウスサーキットさんかなということです。で、それからですね、ケイジさん、アイルランドの歴史を考えると、うちなんちとして共感を覚える部分ありますよね、ということですね。そうなんですよね。きなっこさん、美人姉妹さん、ということでいただいています。はい、そのきなっこさん、ひゃほーい、ドライブしながら聞いてますよ。今日も爽やかなデニーさんですね。ありがとうございます。本当に美人姉妹。ね、もっと言う？美人姉妹。お土産買ってきて、美人姉妹。熊本バッテン、龍神雅也さん、いらっしゃいませ。ありがとうございます。さて、セントパトリックスデイですね。さっきはアメリカの話をしたんですよね。ウィスコンシン州のニューロンドンは、この期間中だけ、町の名前がニューダブリンに変更になりまして、この日には緑に染めたラガービールを飲んだり、コンビーフ&キャベジをアイルランド料理として食べる習慣もあるようですね。それから、シドニー、メルボルンではパレードが、行われております。ニュージーランドでは、オークランドの目抜き通りであるクイーン通りでパレードが行われそうです。カナダでもトロント、モントリオール、バンクーバーでパレードが行われると。それから日本はどこかな？日本の、ここか。
日本でもアイルランドを一般の方にもっと知ってもらおうを、合言葉にアイリッシュネットワークジャパンにより1992年からセントパトリックスデイパレードが開催されています。東京では原宿表参道をアイルランドのシンボルカラーのグリーンやシンボルの、三つ葉のクローバーをデザインされた衣装や小物を身につけた方々がパレードします。その他日本各所で各地でパレードやオープンイベントなどが行われているということですね。それからアイリッシュパブではこの日に合わせて特別なプロモーションを行うところが多く、アイルランドのギネス、ギネス美味しいよね、黒ビールね、アイルランドのギネスやアイリッシュウイスキーが特価販売されることもあると。アイリッシュウイスキー、アイリッシュウイスキーってどんな味でしょうかね。まだ飲んだことないんですがね、まあアイルランドもそうですけども、いろんなイベントを楽しむときにはテーマの色がありますよね。テーマの色、例えばよく知られている話なんですが、サンタクロースがクリスマスに着ている赤い、なんていうんでしょう、赤いオーバーコート、オーバーですかね、あれ、あの赤を始めたのは実はコカ・コーラなんだそうですよ。コカ・コーラがコーラを売るために、冬でもコーラを売るために、あの赤いコカ・コーラの色の衣装を着たサンタクロースを登場させた。それ以来なんかこうサンタクロースの衣装というのは赤がメインだと思い込まされているんですが、実は実際のところサンタクロースが着ているのはですね、毛皮類、その毛皮をこう厚く何て言うんですか、重ねてあるものなので、どちらかというともうちょっと地味な色らしいんです。でもなんかサンタクロースっていうと赤い色が定着してますよね。そういうふうにやっぱり色が定着すると、イコールやっぱり赤い色コカ・コーラみたいになるから、緑の色を定着させるんだったら、僕は緑の飲み物っていうとどうしてだか分かんないんですけど、カナダドライジンジャーエール、あのカナダドライのメーカーのマークの緑色をどうしても思い出しちゃうんです。さあ、アイリッシュのグループといえばこのグループ Thin Lizzy Waiting for an Alibi。
玉城デニーのスピリッツオブレイディオ。この番組は池一組株式会社沖縄ドリーム、クララ鍼灸整骨院、ゼブラ285、与勝中学校近くチキンの丸焼きポストジュニア、ビーズワーク沖縄、丸福重機、そして有限会社中野町建材ほか各社の協力でお送りしています。さっき色の話をしましたね。セントパトリックデイが緑色だということで、僕はですね、一応自分の仕事上のテーマカラーはオレンジに決めています。まあ、仕事上のテーマカラーというか、まあ、活動するときにね、いろいろパッとすぐあデニーだと分かるような雰囲気で、オレンジ色を使っています。例えば、街頭活動するときにオレンジのジャンパーを着たり、それからオレンジの T シャツを着たりしてですね、割とオレンジを仕事のときには使うんですが、最近はなぜだろう、青、しかもちょっと深めの青、海の色みたいな、コバルトブルーっていうの、なんていうんだろう、深い青ですね。なぜだかそういう青に目覚めてまして、実は僕が今使っている万年筆が去年から使い始めてるんですけど、万年筆をね、それがボディがスケルトン、透けて見えるようなクリアなブルーなんですよ。普通万年筆というと、特に私が持ってるのはあれはパイロット万年筆かな、パイロットですから黒い万年筆がこう一般的ですよね、黒とゴールド。ところがこのパイロット万年筆、いろいろ色の種類があって、僕がその中でも惹かれたのが、まあ後でツイキャスの皆さんやユーストの皆さんには画面を通してお見せしますけど、深い青、しかも透明なクリアな青なんですよ。でそれに加えてインクの色も実はブルーブラックっていうんですが、青い色です。もう万年筆といえばこのインクの色という、そのインクの色を使ってまして、それからですかね、とても青い、どちらかというと深い、まあ紺ではないんですけど青ですね、やっぱり青の深い色、青の深い、そういう色に、今はとても惹かれてます。でもともと青系のものって好きだったんですね、青色系、寒色系。ところがオレンジを自分の仕事のテーマカラーに使うようになってからは、割とこう暖色系、まあ、暖色って男の人を食べるって意味じゃなくてですね暖かい色暖かい色系の、そういう色をよく好んでたんですが、暖かい色系といっても真っ赤ではなくて、どちらかというとこう、ベージュとか、あるいはそのもっと濃い色だと、なんていうんですか、ワインカラーとかね、そういう感じの色を、好んでいたんですが、ここのところちょっと青になってからは、なんていうんでしょう、そういうものによく目が行くようになりました。例えば青い車が通ったりするとおーっと見るし、よく東京と往復で飛行機使ってますけど、やっぱり赤い色系よりは青い色系の航空会社によく乗ってますね、ANA ですね、 ANA をよく利用するようにっていうか、もともとなんですけどね、 ANA を比較的、利用する機会が多いんですけども、なんかそれもやっぱり青色です。だから多分これから僕の持ち物、今日のネクタイもほら青ですよ、青色、こういうネクタイ、立った方が早いと立ち上がってカメラにちゃんと撮っていただいていますが、だからやっぱり好みの色がそうやって移り変わっていくと、必然的にその自分が今興味があるものにまた目もこう奪われるというか、 目がこう注目がいきそうな、そんな感じです。ロックグループストリートリーガルがカバーしていますね、マニアック。
玉木デニーのスピリッツオブレイディオ。この番組は与勝中学校近くチキンの丸焼きポストジュニア、ビーズワーク沖縄、丸福重機、有限会社中野町建材、池一組株式会社、沖縄ドリーム、クララ鍼灸整骨院、そしてゼブラ285ほか各社の協力でお送りいたしました。ということで、あっという間にお時間ですが、今日はですね、参加していただいたツイキャスの皆さん、ルドルフさん、それから、沖縄大好きさん、で、きなこ姉妹さん、ひゃほーい今どの辺でしょうかね、それからケイジさん、熊本バッテン龍神正也さんに、マリコさん、はい、ありがとうございます。間に合いましたね、マリコさんね、ありがとうございました。しかし10杯食べた、すごいですよね。はい、でもたくさん食べて、くれぐれも体調管理にはお気をつけくださいね。よろしくお願いいたします。そしていつか沖縄に来るときにはこのチキンの丸焼きポストジュニアでみんなでオフ会しましょう会費制で、現地集合現地解散、大変ですよね。京都から来たり熊本から来たり東京から来たり、沖縄から通うだけだったらいいんですがね、どこかでみんなで、また銭湯なんとかデイ、銭湯チキンの丸焼きポストジュニアデイみたいにして、みんなその時にはチキンの色 のベージュのコートかなんか着て、いやだねまた来週。